グラードン、こいつがびっくりして声裏返っちゃった。そうよ、見てわかんねえかバカがよ。うん、なんか一気に子連れの人妻感出ててしこいね。いいよいいよ。うるせえ、おめえに話しかけてねえんだよ。青切り、あんたの野望はこいつを復活させても叶わないんだ。いい加減気づきなよ。そりゃそう、俺が欲しいのはそれじゃなくて海洋。どうしてわかんないのよ。海洋が海を広げるんじゃないわ。海で沈めるのよ。そんなのやってみなきゃわからんて。だいたい何その顔、きっしょ流行りのアニメしか見てないからそんな顔になっちまったの。アイドルは世界を救うんだ。世界が海に沈んだらアイドルも海の木図だよ。前のゴリラ顔なんかよっぽどマシだった。今の時代整形はマジョリティ。自由自在に顔を変えることで新たな人生を切り開くことができるのだ。じゃあてめえ体も女にしろや。顔面とアンマッチすぎて横川くんなんだよ。どうもチンチンです。それ褒め言葉だろうが、ディスるならボディじゃなくて顔面狙ってもいいや。何この偉そうなド M。 では今のうちにグラードンはいただくとしますかね。浅草に紛れて何やってんだ。話せこの老害シャンクスが。お前もそれ褒め言葉だろ。赤髪しか合ってませんけども、あと私は老眼ではない伊達メガネだ。やっぱりてめえだって見た目気にしてんじゃねえか。紹介してから整形しろんで二人でユニット組もうや。二人組のおっさんアイドルなんてどの世界に転生したって重要はありません。二人ともやめて。サンドがかわいそうでしょ。やめなさい。チン、うお、なんだお前、チッコ光ってんじゃん。これは紅色の玉が反応している。まさかグラードンが目覚めたというのか。これはいい。宣言通り最後はマグマ団の勝利となった。ご苦労だったな青霧よ。クソ、いやまだだ。この玉がない限りグラードンは完全体にはならない。ではさっさとこっちに渡してもらおうか。その前にまずは藍色の玉をだな。あれ、いない。おい、どこ行ったんだ海王が。おい、お前の親いなかったな海王が。サカサカ。なんだって。サカサカだって文字通りの役なんだば。とりあえずさ、この辺りをもう少し探して。 Please wait。ウェイ？かがり。その魚と藍色の玉をちょうだい。いいよ。ダメです。マグマ団が欲しいのは紅色の玉なんでしょ？この子は関係ないでしょ？その玉は海洋画を目覚めさせるもの。それはリーダーの夢を邪魔するかもしれない。その前に僕がデリートする。めんどくせえな、もうそんな睨むなよ。この子が泣いちゃうでしょ？サカサカ！あーほら、もうこうなると大変なんだから。どうした？うんこか？おむつ履くか？いや、これはミルクの時間だな。よし。はるか？声でかい。いや、待てよ。よし。オイラが吸ってから口移ししてやろう。はるか？お前の口を経由する意味ない。もう時間がないの。あまりイライラさせない。やばい、女のあの顔はやばい。おむつ貸そうか。ちゃんと返せよ。洗わなくてもいいぞ。デリートします。うん、やばいわ。サトシ先に行って。え、はるか、さすがに一人は。あいつ多分結構強えぞ。大丈夫。てかパッパのこともあるし、やりたい。あ、そう。とにかく今はその子の親を探して。なんか嫌な予感がするから。あ、わかった。あんま無理すんなよ。急いで。3000回愛してる。やかましい。本当に一人でいいの、はるか。本当に一人で僕に勝てる。本当に一人で何かできる。わかんない。でも大丈夫。あーし、一人じゃないし。そう、僕と一緒だね。次回、美女がビジョビジョ。